熊、久保信茂は、福島県日本松市出身の元 D1 ドライバー、恵比寿サーキット支配人。大型。父は、東北サファリパークの創業者、熊久保忠夫。日本大学東北高等学校卒業。主な愛称は、支配人、熊など。熊、久保信茂福島県日本松市出身。日本大学東北高等学校卒業後、日本大学工学部に進む。 小学生の頃から父が所有していたダートラのコースでモトクロスを始める。後に全日本選手権まで登り詰めるが、怪我をしたことや成績が伸び悩んだことから、20歳過ぎの頃に参戦を止める。23歳の時にエビスサーキットに入社する。当初はドリフトには全く興味がなく、サーキットでドリフトをした車両にブラックフラッグを振ったこともある。しかし小口義則が、 ブラックフラッグを振られているにもかかわらず、ドリフトの練習をやめることを一切しなかったため、次第にクマクボも周りをよく見て迷惑がかからないようにやってくれればと態度を軟化させていった。そして従業員仲間にドリフト経験者がいると聞いたクマクボは、方法を一通り教わり実践してみると、モトクロスでの経験も手伝ってすぐにできるようになったという。後に、 会社としても利益になるとして、ドリフトに力を入れることになり、従業員や小口、そして彼と同郷の平岡秀夫らと共に、チーム、K、ケースタイル・ウィズ・ラピッドを結成。カルボイの、ドリフトコンテストで優勝したのを機に、生かす走りやチーム天国東北大会において、団体戦優勝を果たすなど、今日の活動へとつながっている。D1GP には初年度から参戦。 当初は JZX100 型チェイサーを使用していた。2005年には D1 史上初の4輪駆動車を FR 化したマシンであるインプレッサを投入した。自身が働く会社が所有するサーキットながら、エビスサーキットを最も苦手と評してきたが、2006年の D1GP 第5戦で初優勝を遂げる。これによりシリーズランキングトップを死守。さらに同年、 野村健とのタイトル争いを最終戦で制し、初のシリーズチャンピオンに輝いた。2007年、マシンを三菱、ランサーエボリューション9に変更。開幕戦エビスでは、昨年に引き続き優勝を果たした。さらに2009年、ランサーエボリューション X に乗り換えた。2011年、マシンをローレルに変更。2012年には、斎藤大吾。 川畑正人とのタイトル争いを最終戦で制し、人生二度目のシリーズチャンピオンとなる。しかしその後はなかなか上位に食い込むことができなくなる。2014年、マシンをシルビアに変更。2015年には D1 大3戦つくばで久々の追走進出を果たした。なお同年。 ユーロ V8 シリーズ仕様のメルセデス・ベンツ C63 をベースにした D1 車両を製作中であることをビデオオプション内で明かしていたが結局実践投入されることはなかった2016年には戦いの場を D1 からダートラに移しトヨタ86で全日本ダートトライアル選手権に参戦参戦2戦目にして3位入賞を果たすなど実力を発揮する 翌2017年は D1 時代に使用した日産、シルビアに変更した。2019年、開幕前に開催された D1GP、オールスターシュートアウトで、昨シーズンをもって引退した野村健とスペシャルマッチの追走を披露した。ありがとうございます。